キブコの衛星写真。キブコはアフリカ中央部に位置する湖。コンゴ民主共和国南キブ州とルワンダ西部州にまたがっており、湖の中ほどを州境が通る。コンゴ川水系に含まれる。およそ2700キロ平方メートルほどの面積を有しており、その広さはアフリカ有数の規模である。海抜はおよそ1460メートル。アフリカ大地交帯の一部であり、火山活動に伴い成立した。かつては北のエドワード湖と結ばれていたと考えられている。湖からはルジジ川が流出し、南のタンガニーカ湖に注ぐ。戦争で漁獲港は減少しているがヒレナマズ、バルブス、シクリットなどの在来種があり、漁業が盛んである。周囲を山々に囲まれた美しい景観から、将来的には観光産業の発展も期待されている。湖の中央にはイディウィ島がある。湖の底では火山活動の影響などから二酸化炭素やメタンガスなどが発生している。カメルーンのニオス湖では有毒性のあるガスが発生して人命が失われたケースがあり、湖水爆発の危険性があると指摘されている。ルワンダ政府の依頼により、スイスの研究所によるガス抽出試験が行われており、ルワンダ政府は、レーンアソシエイツ社とルワンダ投資グループにより、計7500万キロワットのメタン発電を計画している。湖周辺の都市としては、コンゴ民主共和国のゴマやブカブ、ルワンダのチャンググやキブエなどが挙げられる。19世紀末、ドイツ人探検家がこの地に到達し、西欧列強の植民地争奪に巻き込まれ始めた。第一次世界大戦を経て敗戦国ドイツが周辺地域の支配権を失い、ベルギーに利権が継承された。ベルギーの下で土とフッツの対立が助長され、1994年にはキブコ周辺もルワンダ内戦における虐殺の舞台となった。2008年2月3日、キブコ周辺を含むアフリカ大湖礁地域でマグニチュード 5.9。15秒間の地震が発生した。震源は、ブカブの東方 20km 地点。死亡者数39人以上、負傷者数349人以上と報告されている。ありがとうございます。